スタートしました。11番ファーストオーサー、ちょっとスタートが遅れました。まず1番のマイネルメリアンダ、内から飛び出してかわして7番のハイヤーレート、ハイヤーレートが先頭に立って周回コース向こう上面に出ていきました。しかし1番マイネルメリエンダ譲りません。外から追い上げて12番のコスモスパークル、3頭の先団一旦控えて8番の西野ハイツリー、4番手5番手のうちに2番のイスラボニータが追走で速いピッチで向こう上面中間を通過。あとは外にウィンフェニックス、うちに3番の追い出し太鼓、中段を締めてその後ろ4番のクラリティシチー、その後ろに外を回る10番のサトノフェラーリです。向こう上面中間を通過。この集団の後ろの2頭は9番の ラグタイムが内から、外から11番のファーストオーサー、5馬身ぐらい離れて最後方に6番のライアンセンスが続いて3コーナーのカーブを回って残り 1000m 切りました。1000メートル切ったところで半馬身のリードは1番のマイネルメリエンダ、2番手に一旦控えて外目12番のコスモスパークルで 3,4 コーナー中間、徐々に差を詰めて7番のハイヤーレート、2馬身差に接近、残り800を切りました。4番手は外に8番の西野ハイツリー、さらに内から2番のイスラボニータ、一旦ペースを落ち着いたが馬群が固まってきました。 あとは3番追い出し太鼓、外からウィンフェニックスがスパート、内で足を貯める4番のクラリティシチー、4コーナーのカーブ、そして外に持ち出してまだ馬群の後方で10番のサトノフェラーリ、直線のスパートの機会を伺って、現在は後方から4番手の位置、残り間もなく400を切りますが、1番マイネルベリエンダ、外から伸びてきた7番のハイヤーレート並びかけてきました。楽な感じで2番のイスラボニータ、これに並びかけて外からサトノフェラーリ、連れて追い込んだ5番のロウィンフェニックス、横に広がっているが抜けたのは2番のイスラボニータ、残りあと150メートル、外から追いすがるウィンフェニックス、内からはクラリティシチー、外からはサトノフェラーリ、2着は接戦ゴール、2番のイスラボニータ抜け出ました。